いい湯だな。やっぱ辛いクエストがあった日の夜はゆっくり湯に浸かるに限る。あ、なんだ今の音。誰だ、アクアか。カズマさんが入浴中だぞ。ってこの音脱衣所じゃないな。窓の外からのような。もほもほほほほってなんだ、男かよ。いやー、のぞきちょっと、どうしたのよカズマ、そんなはしたない格好で。のぞきが、のぞきが。違います、カズマのそれはのぞきではなく露出狂です。いや俺の話じゃなくて、風呂場の外に変な男がいたんだよ。最近のぞき魔が出没していると聞いたが、まさかそれか。まだ近くにいるかもしれません、捕まえてしまいましょう。のぞき魔しばくべし。皆さん、この度は悪質な覗き魔の逮捕にご協力くださり大変感謝します。いえいえ、町を騒がす悪党を捕まえただけですから。俺はほら、風呂をちょっと覗かれただけだし。それは同情を禁じ得ませんね。せめてものお礼として後日感謝状をお送りさせてください。それでは失礼します。感謝状、まあ当然よね。なんといっても現在指名手配中ののぞき魔を捕まえた町の英雄ですもの。明日には町中に私たちの活躍が知れ渡るでしょう。新たなる伝説を作ってしまいましたね。カズマの代わりに私がのぞき魔と鉢合わせするというシチュエーションも悪くなかったと思うが、今回は仕方ないな。おい、俺が被害に遭ったのに仕方ないとか言うなよ。ふん、それにしてもまさかデバガメの被害に遭うなんて。デバガメ？ん？何不思議そうな顔してるんだよ。のぞき魔のことをデバガメって呼ぶんじゃないのか？いや、不思議なのはこちらの方だ。どうしてここでモンスターの名前が出てくるんだ？デバガメがモンスター？ちなみにだが、そいつはどんなモンスターなんだ？私も実物を見たことはまだないのですが、噂によればそれはそれは大きな亀の怪物だという話です。なんでも背中の上で走り回れるほど大きいんだとか。そんな奴に踏みつけられ全体重をかけられたらどんな気分がするのだろうな。いや、そこまででかいんじゃさすがのお前もプチンって潰れちゃうだろ。ちなみに前歯が出っ歯なのでデバガメと名付けられたみたいよ。まんまじゃねえか。お邪魔いたします。アイリス、アイリス様、それにクレア殿も。こんにちは、お兄様。皆様ご無沙汰しています。急に屋敷に来るだなんて一体どうしたのですか？夏休みです。早めに公務を片付けることができたので、クレアが夏の休暇を提案してくれたのです。なるほどね。でも王族ならこういうお休みはもっとキラキラした別荘とかに行くものじゃないの？アイリス様がカズマ殿や皆さんとこの夏をお過ごしになりたいとしきりにおっしゃってな。急なお願いになってしまうのですが、お兄様、皆さん、私と一緒に遊んでくださいませんか？そういうことならいっぱい遊ぼうな、アイリス。私も付き合いますよ。夏らしいことがいいですよね。何がしたいですか？皆さんならきっとそう言ってくださると思って、実はこんなものをご用意させていただきました。これは地図ですか？ええ、これはお城の書庫で見つけたものなのですが、海の部分の真ん中に赤いバッテンマークがあるわ。ねえ、もしかしてこれって宝の地図？文字も記されていますね。満月の晩に現れし地に宝は眠る。なんだかワクワクしませんか？
確かに。ちょうど明日が満月だしな。そんな夜に宝探しなんて面白そうじゃないか。アイリス様、素敵な冒険になりそうです。腕が鳴るわね。アイリスの夏の思い出作りのためにも絶対にお宝を見つけましょう。おう、このスバ、お兄様が教えてくださった水戸黄門の話が大好きです。え、サンマは畑で取れるのですか？知りませんでした。民の暮らしを知ることも王女としての義務ですから。バニルさんの仮面、とってもセンスがいいですね。